松浦市は、長崎県北部、北松浦半島に位置する市。離島部も市域に含む、松浦島発祥の地。アジ水揚げ日本一を誇る都市であり、アジフライの聖地として知られている。市佐川松浦市中心部周辺の空中写真。2012年8月3日撮影の10枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。長崎県北松浦半島の北東部に位置し、北は玄海灘から伊万里湾に面し、東は佐賀県伊万里市に接している。地域南側の内陸部は溶岩台地の丘陵地で、平地は少ない。川は、坂瀬川、劉備川、志佐川、月の川川、今福川などが流れ、 河口には、ギギが、浜に代表される泣き砂がある。友人離島では、伊万里湾の沖合に浮かぶ福島、高島、黒島、飛島、沈島の各島を行政区域とする。この中で、平成の大合併前まで単独で、調整を施行していた二島のうち、福島は1967年に、隣の佐賀県伊万里市との間に、福島大橋が加強され、 高島も2009年4月18日に、唐津市との間に、高島秘前大橋が架橋された。このように二島では、経済的、地理的には、松浦市本土だけでなく、佐賀県とのつながりも強い。松浦市の地名を参照。律令政下では、秘前国松浦郡の区域とされた。平安時代後期の延久元年、源氏の流れを組む源の久氏が、 松浦軍のみクリアの県業となり、現在の地域にあたる梶谷に住み松浦久氏と名乗り、多有方眼と称して、松浦軍、枯れ木根軍の一部を呼び、域軍を治めた。この松浦久氏の下で、松浦島と呼ばれる武士団が結成された。松浦島は水軍として有名で、現行でも活躍している。江戸時代には、班長は置かれなかった。 その後は当地を含む北松浦半島一帯で石炭の存在が発見され、明治時代から戦後にかけて石炭産業で栄え、最盛期にあたる1955年の国勢調査では人口44,057人を数えた。しかし1960年代以降のエネルギー革命で炭鉱はすべて閉山し、それ以降は 戦前から続く漁業の他火力発電所の建設で産業基盤の維持を図っているが依然として人口減少が続いている。松浦市議会の議席定数は17議席である。松浦市から選出される長崎県議会議員の定数は1議席である。現在は石本正宏が務める。 電源開発松浦火力発電所効率のみ7校効率のみ9校4月時点、松浦市では、小等奨学基金条例に基づく奨学金制度があり、高等学校、専修学校、大学進学者を対象としている。なお、奨学金は、返還義務が伴う。松浦駅松浦バスセンター高速道路、一般国道県道道の駅2つの道の駅には、 アジフライの聖地を記念するモニュメントが建てられている。市内航路市街航路土屋棚田流王の滝高島モンゴル村、いろは島は、個人社名に、松浦と関しているが、本社所在地は、佐世保市である。1987年までは、国鉄、1988年3月までは、JR 九州の松浦線であり、 同年4月からの動線の第3セクター化により解消した。ありがとうございます。